グリゴリー・ジノビエフ・グリゴリー・エフセイエビチ・ジノビエフ1936年8月25日は、ロシアの革命家、ソビエト連邦の政治家。本名オフセル・ゲルション・アロノフ・ラドム・イスリスキー、または、オフセイ・ゲルション・アーローノビチ・ラドム・イスリスキー、オーバズル・ガーション・アルナブ・レード・マイセルスキー。また、母の旧姓、アプフェリバウムを用いたヒルシュ・アプフェルバウムの名でも知られる。 ユダヤ系ロシア人。ウラジーミル・レーニンの側近として、ロシア革命に参加。ソビエト政権発足後は、ペトログラード・ソビエト議長、コミンテルン議長、共産党政治局員を歴任したが、スターリンとの権力闘争に敗れ、後に処刑された。多くの著作とレーニンの死後に執筆した、回想録を残しているが、そのほとんどは、 ソ連崩壊までアーカイブに封印されていた。アナトリー・イルナチャルスキーは、レーニンのシルエットと呼んだ。反対派からは、レーニンのお太鼓持ちと揶揄された。1883年9月11日、ロシア帝国領ウクライナのヘルソン県エリサベドグラートで生まれる。父親は乳牛を飼育する農場主であった。ジノビエフは、少年時代から革命運動に参加し、 長じてロシア社会民主労働党に入党。1902年、スイスのベルンに亡命、パリでも活動し、出入国を繰り返す。このカンベルン大学科学部、法学部に学ぶ。1903年、ボリシェビキ創設時からのメンバーとなり、レーニンの最も親密な同志の一人として、レーニンの副官と呼ばれた。1906年社会民主労働党。 サンクトペテルブルク委員会のメンバーとなり、新聞、全身紙の編集部員やローソでのオルグ活動で活躍する。当中央委員に選出されるが、1908年に逮捕。しかし、病気を理由に釈放され、亡命。第一次世界大戦時にはスイスに亡命する。スイスでは、ジノビエフとレーニンは、家族ぐるみの親しい交際を持つ。 1917年4月、レーニンと共に封印列車に乗ってロシアに帰国した。7月、ペトログラードでの武装放棄には反対し行動を止めようとしたが逆に陰謀教唆と組織の容疑で告発される。ジノビエフはレーニンと共に逮捕を逃れ地下に潜伏した。10月10日、16日の党中央委員会では、 ジノビエフとレフカーメネフは即時武装放棄を主張するレーニンに反対し新聞で事前に放棄計画を暴露した。こうした経緯から10月革命で果たした役割は比較的小さいが一方で広範な社会主義的前世党を網羅した全社会主義政府受立を主張し一部の人民委員の賛同を得るなど政権内での影響力は侮りがたいものがあった。 レーニンは、10月放棄のジノビエフの行動には、激怒し、我々は彼らを、もはや同志とは認めないとまで言って、登場名を要求したほどであった。しかし、ジノビエフはレーニンに忠誠を誓い、人民委員会議に入閣こそしなかったが、ペトログラードソビエト議長に就任する。ジノビエフは、ブレストリートフスク条約調印などの問題では、レーニンを支持した。 1919年、コミンテルン執行委員会議長に選出され、コミンテルンの規約制定の中心となる。同年党政治局員となる。レーニンは、遺書で、ジノビエフとカーメネフについて言えば、彼の10月における振る舞いは偶然ではないが、それを政治的に誇張することはしてはならないと記した。 カーメネフとジノビエフ死刑執行直前のジノビエフレーニンの晩年から政治局でスターリン、カーメネフと同盟を結び3人組を組んでトロツキーと対立し結果としてトロツキーの失脚と国外追放に関与することになる1924年にレーニンが死ぬとジノビエフは党の最高実力者の一人となるがその一方で スターリンが初期長として権力を集中していることに危惧を覚え、1925年、レニングラードの党組織を中核とした新しい反対派を組織する。第14回共産党大会では、スターリンの一国社会主義論に反対、党の非民主的な指導と官僚主義的統制を批判し、対立していたトロツキー及びトロツキー派と、 合同反対派を結成した。しかし、時すでに遅く1926年政治局員とコミンテルン議長を解任され、党を除名された。翌1927年第15回党大会で自己批判し、1928年復党する。火山大学学長、共産党機関士、ボリシェビーク編集部員を務めるが、1932年再度党を除名。 カルーガに追放される。1933年復権し、モスクワに帰還を許可され、ソ連消費組合中央連合幹部会議に選出される。1934年第17回党大会では演説でスターリンを指導者として称えた。しかし、大粛清が始まり、ジノビエフはその犠牲者となった。 1934年12月に、セルゲイ・キーロフが暗殺された事件をめぐり、ジノビエフは、事件に連座したとして、党を除名の上、逮捕された。1935年に、禁錮10年の判決を受けウラルの政治犯収容所に、入る。翌1936年にジノビエフはスターリンなど、党指導部に対するテロが1932年に、 計画したという合同本部事件で告発され、10月革命の裏切りの件まで追及された。ジノビエフは拷問を受けた上、スターリンに生命の保証を約束され、有罪を認めたが、結局8月24日にカーメネフラ15人と共に死刑判決を受けた。その時、スターリンは約束したんだ、スターリンは、と口走り。 カーメネフに連れられて大抵させられた。死を悟ったジノビエフは、処刑される直前、同じく囚われの身のカーメネフに、イタリアと同じことが起きたと心情を打ち明けた。カーメネフは、よせ、遺言をもって死んでいこうと返答したのに対し、ジノビエフは、イタリアのベニート・ムッソーリーニが、ローマ神軍で政権を奪取した例を出し ここ、ソビエトでもファシストがクーデターを起こしたと述べ、嘆いたとされる。除名嘆願を拒否されたジノビエフは、判決が下された翌25日未明の深夜2時に、将校から、独房から出るように命じられるが、彼はその場で激しく抵抗し同伴していた兵士の、ビストルで射殺された。52歳だった。ジノビエフの家族も、有罪となり殺害され、彼の血筋は途絶えた。 死から52年後の1988年にペレストロイカに伴い歴史の見直しの一環として名誉回復された。ありがとうございます。